こんにちは、もぐらです、ここに椎茸の原木を置いてます。去年の秋に栗の木を切ったんですけど、その栗の木をなんか有効活用できないかなと思って椎茸の原木栽培を始めました。今年の2月に原木にドリルで穴を開けて、そこに椎茸の菌をトンカチでコンコン打ち込みました。一応ここの藁がもっこりしてるところに原木を隠してます。木の断面のところに白い菌が広がってるやつがあります。まあカビみたいなのが生えてるやつもありますね、緑色の。ここはなんかキノコがもうすでに生えてます。5月になったらこれを一回ばらして縦に組み直さないといけないらしいので、今日はそれをやっていこうと思います。あそこにいつもメダカの作業してるハウスがあって、でここに昔の人が置いてった鉄パイプがいっぱい埋まってます。ここに原木を伏せようと思います。あそこに楓の木があって、下がちょうど日陰になってます。今ざっと草刈りをしたので、さっき取ってきたパイプを組んでここに日陰を作ろうと思います。はい、骨組み完成しました。あそこのキューブの横にもう一個ぐらい作ろうと思ったんですけど、ちょっとパイプの数が足りないのでこれでいきます。でここのパイプ同士はクロスバンドっていうやつで留めてます。これメダカのハウスの骨格作るときに使ってたやつの余りがあったのでそれを使ってます。ここはさっきも見たように木の陰になってるんですけど、まあ、時間帯によっては日が当たるかもしれないのでさらに日陰を作ろうかなと思います。倉庫にレジャーシートみたいなやつがあったんですけど、雨が降った時に原木が濡れた方がいいので、今回この雨を通すすだれを使おうかなと思います。これメダカの水槽に日陰を作るように買ってきたやつなんですけど、ちょっとでかすぎて使いにくくて余ってたんですよね。これを使ってやってみようと思います。はい、できました。じゃあ原木取ってきます。膝ぐらいの長さだと思ってたんですけど、結構でかいですねこれ。しかも太い。この細いやつは枕木に使ってた木なんですけど、こういう風に栗の芽が出てきてますね。はい、できました。もともとここの上のところにパイプを組んでたんですけど、立てかける場所がなかったのでパイプをこういうふうに下に下ろしました。で木をこういうふうに並べて立てかけてます。ここはすだれを引っ掛ける場所が必要なので、代わりにこのたるきを持ってきました。メダカのハウス作った時に使ってたたるきなんですけど、余りがあったのでこれを使います。普段はこうやってすだれかぶせて、よいしょ、でなんかで様子見たりするときはこうやってすだれ開けて、こうやって説明書を読んでみると、夏を2回経過した後の秋にキノコが生えてくるっていうふうに書いてありました。順調にいけば来年2025年の秋に取れるかなと思います。まあまたなんか変化があったら動画を出そうと思います。はい、じゃあ今日の動画終わります。ありがとうございます。